たいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。以前 LDH のリルリーグのことを語らせていただきまして、ロリポップっていう楽曲を語らせてもらいました。で、自分がその BE:FIRST のファンで BMST 箱推しだったりするっていう部分と、あのヒップホップをね昔から聞いていた人間だったりとか、まあ昔ですがラップやってた時期もあったりしたんで、ヒップホップ的な観点からっていうことでちょっと語りたいなっていうところでございました。で、キッドフェノメノンとザ・ジェットボーイ・バンガーズとウルハル・ハーモニー、はい、3つのグループが一緒にデビューしたことがあり、今回ウルフ・ハル・ハーモニーですね、まあ曲が出まして、ね、そちらの方をちょっと聴かせていただいたというか、フローズン・バタフライっていう楽曲でね、まあちょっとね面白いアプローチだなって思ったりして、で、フローズンバタフライっていう、まあ、ちょっとこうまあなんだろうな、バタフライ蝶々が凍ってるみたいな感じの、なんかちょっとその冬だったりとか、まあそういう感じのイメージで、ドラマの主題歌なんですもんね。だからそのドラマの世界観っていうところもありつつだと思いますが、離婚しない男でしたっけ。ドラマ今期も何個か見てますが、ちょっとそれチェックはそのできてなくて、で作曲家がチャキズールさんで、まあこれはヒップホップ好きと言いましたし、 BE:FIRST ファンでもあると言いましたが、まあここはあなるほどっていうね、古い動きをしますけど、試して合点をしますけどね、はい、世代がわかる、はい、チャキズールーですね。 BE:FIRST のバイグッバイって楽曲とか作ってくれた人で、はい、バイグッバイは BE:FIRST の中でも売れた楽曲の一つでもあって、ありがたいことでございます。あとね、フローズンバタフライと似てるなって思った楽曲があって、それがショーマイナーサーベージっていう BE:FIRST のソータ・マナトと、それからアイルダ・ショータというまあ BMSD でソロアーティストでね、オーディション出身でいるんですけど、その3人でやってるBMSG 内のユニットが BMSG 内のユニットがあって、スーパーアイシーって楽曲がある。で、その感じに似てるなと思って、まあスーパーアイシーもチャキツールーでしたねっていうことで、はい、多分なんですけど、まあ私も LDH を普段から語ってる人間ではないんですけど、多分なんですけど、フローズンバタフライ好きな方は多分スーパーアイシー気に入ってくれるんじゃないかなって思ってる。なんで一応リンク貼っときますね。はい、まあ自分もその BE:FIRST ファンとして語る感じになりますけど、まあウルフハルハーモニーですけど、あれっすよね、シュガーハニーかな、デビュー曲、すごい歌心がしかも甘い感じの、まあ楽曲名が甘いしね、その感じで思っていたんで、その感じでまた来んのかなと思ったら、いやなんか意外にもと言いますか、皆さんがどう思われてるか分かりませんが、私としては意外でした。なんかヒップホップの要素が強くて、特に最初のイントロでガンってきましたね。まあジャキツールーの作る曲だからそこも間違いないんですけど、ちょっとこう懐かしい感じもするというか、自分としてはビートが鳴ってて、それでピャンチ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 ャンみたいな音をパンって鳴らす感じのビートで、この感じ最初イントロ聞いた時にウルフの4人がここにどういうアプローチで来るのかなって思って、でボーカル乗せた時にイントロで、まあちょっとリアクション動画じゃないのでリアクションはしてませんが、イントロでパンって流れた時に、あなるほどって思いました。これはいいぞと思いました。そう、まあラップするところもあるけど、そのヒップホップ楽曲っていうところなのかどうかって話になってくるじゃないですか。ただまあやっぱりこの楽曲に関してもヒップホップの要素ありきの楽曲だなとも思っていて、ビートへのアプローチの仕方とかも面白くてね、そうなんかその感じがさらに出てるなって思うのと、こうなんかすごいライブでやった時に
多分ファンの皆さんがうっとりする楽曲になるなと思ったりしたし、あとこの感じをね、多分ね、まあ、おそらく、まあ、BE:FIRST ファンも女性メインだから、ウルフのファンも当然女性メインだと思うんですけど、多分ですけど、ヒップホップ好きな人間からしてこの感じね、男性にも受ける可能性結構あります。もしなんか周りでちょっとよかったらこれ聞かせてみるといいかもしれません。楽曲によって私はボーイズグループ普段から聞いてますが、どうしても男性でなかなかボーイズグループはちょっとっていう人もね、まあいるわけじゃないですか。だからそういう人たちなんだけど、でもこのビートの感じとかで歌の感じとかも、多分ね、その歌の感じも、まあ言ってみればそのアイドル的な歌い方じゃないから、普通にこうおしゃれな R&B として、あるいはそのヒップホップ的な要素を持った曲として、そっちの楽曲好きな人たちには男性にも受けるんじゃないかなっていうのをちょっと思いましたね。 MV はあれらしいっすね、見ましたけど、ダンサーさんとコラボをしてやったみたいな感じで、角川ドリーマーズでしたっけ、ちょっと間違ったら申し訳ございませんが、そこの部分と含めてなんか歌声で、ちょっと私もそのウルフとジェットボーイバンガーズとキッドフェノメノンのこと詳しくはないんだけど、ウルフ・ハウル・ハーモニーはその最初のアプローチからして歌心で結構行くっていうタイプの人たちなのかなって思ったりするけど、ダンスもでもすごいちゃんとすごい踊れているというか、すごかったなって思いましたしね。まあオーディションに関してはオーディション知ってはいるけど見れてはいなかったんで、いろいろとね、やはりあったと思うし、あとどうなのかな、コメント欄を MV のコメント欄見させていただいた時に、デビュー決まった時にちょっと不安そうな顔をしてたみたいな感じの話をちょっと聞いたんですが、それに関してはその通りなんですかね、どうなんだろう。あとあれですね、ジャムとミニ JO1INI のファンの方がコメントしてて見に来てましたね。結構そこでなんか協力体制つくっていうのはいいと思いますしね、なかなかそうですね、多分ね、ジェットボーイバンガーズに関しては、スカイハイ、BMSG 社長のスカイハイが主役、主役っていうか、みんな主役。主催と言いたかった。うん。主催のダンクショーケースボリューム2に出てもらったんで、多分ね、BE:FIRST ファンデがベスティ、そっちは行ってる。ウルフはね、多分なかなか BE:FIRST と絡みが今のところないので、多分ベスティは、もしかしたら存在自体知らない可能性あるけど、ただね、まあ、そうですね、私もベスティですから BE:FIRST ファンもこの動画見てくださっていると思って、結構その多分このウルフ・ハウル・ハーモニーの感じのアプローチって多分 BMSG アーティストにはないアプローチの仕方なんで、音楽として興味深いですよ、非常に。ヒップホップが好きだからっていうんで、まあ、つまりその、まあ、グランパンパースはヒップホップ好きだし、そっち方面の曲ばっかり語るしなって思ってるかもですが、これに関しては、歌物なので、歌に関しても、ヒップホップの要素とかあるものっていうのは、やっぱり普通に興味を持ったりするので、うん、だから、ちょっと話ずれますけど、スノーマンのラブトリガーっていう曲があって、あれとかその、まあ動画で出した時に、スノータンの方から、ヒップホップ要素あまりないけど、語ってくれてありがとうございますっていうコメントがあって、でもね、私としてはあれはね、ヒップホップとか R&B の要素が実はあるなって思ったんで、それで語ったんですよ。だから、今回もその感じと同じで、歌物だし、人によっては、ヒップホップではないよねっていう、まあ、人によってはというか、ヒップホップではないのかもしれないんだけど、ただ、その要素として、ビートへのアプローチの仕方とか、その辺が、すごく、心地よかったもんだからさ、その感じで語った感じですね。うん。4人の表現力も、ちょっと私も名前覚えられてないんだけど、4人の表現力も素晴らしかったし、うん、この感じ、好きな人絶対いると思うな。はい。っていう感じでございました。はい。というわけで、まあ、ざっくり BE:FIRST ファンでヒップホップファンとしての観点、論点、視点、うん、なんでもいいか。それから、語らせていただいた、ウルフ・ハウル・ハーモニーのフローズン・バタフライですけど、うん、音楽ですごく遊んでる感じというか、まあ、もちろんね、遊びじゃなく仕事だからそこの部分はあるんだけど、すごくこうね、音といい感じでこう、遊べてる感じっていうのがあって、うん、そこの部分が聞いてて耳心地が良かったですね。はい。ということで、
そうだな。で、もし、ちょっとファンタムネーム分からなくて申し訳ないんですけど、ウルフハウルハーモニーのファンの皆様に、もしよかったら、ショーマイナーサベージのスーパーアイシー、リンク概要欄貼っておきますんで、ちょっと聞いてみていただければと思いますし、あと、ベスティやショーマイナーサベージのファン向け、まあ、翔太くんのファンもいらっしゃるかな。翔太くんのファン、アルザ翔太のファン、ウルフ結構いいかもね。うん。てかちょっと翔太くんそんなに終えてなくて、ウルフとコラボって、ウルフと仕事したことあったかもしれず、もしそうだったら申し訳ない。はい。ちょっと前怒られたんでね。はい。まあそんなこともありつつです。まあなので、ウルハウルハーモニーのフローズンバタフライと、ショーマイナーサベージの、ショーマイナーサベージのスーパーアイシー、あとそうだな、アイルザショータの J-POP スターを載せとこうかな。ちょっとまたちょっと違うんだけど、J-POP スターは、基本的に歌物なんだけど、ヒップホップ要素強いなっていう、まあ、翔太くんもそう言ってるしね。っていう感じなんで、はい。まあ、一応3つ概要欄載せておきます。はい。ということでございます。はい。で、私はいろんな動画を撮っていますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたら、ぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますように、チャンネルの登録をお勧めいたします。はい、LDH もね、やっぱりすごく日本初っていう部分で、で、しかも BE:FIRST やマーズルやスカイハイなどと、よく一緒にね、ライブとかも出てくれるし、そこの部分含めて、日本から盛り上げるっていう部分でね、非常に大事だと思ってますんで、まあそんなに数多くすることはできないと思いますけど、LDH のことも語っていきたいと思ってます。はい。という形ですね。またいろいろ BE:FIRST やら、スカイハイやら、マーゼルやら、アイルザ・ショータやら、ノベルコアやら、エディーボーイやら、とにかく、レイコやら、BMSD アーティストとの、なんかライブとか番組とかご一緒させていただくことを楽しみにしております。はい。ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部、グランパンパースでした。